皆さんは知っているだろうか。皆さんはこういう事件があったことを知っているだろうか。皆さん、特に女性ですね。女性はこの事件を知っているだろうか。こんばんは。こちら、この女子高生のコンクリート爪殺人事件というのが1989年にあったんです。ちなみに僕は1987年生まれで2歳ですね、その当時。知ってますか？これ知らない人いっぱいいると思うぞ。これみんなマジ知っとけ。特に女性。これはね、さっき、いや、俺昔から知ってたっちゃ知ってたんですけど、聞いたことあるぐらいのレベルだったんですよ。でね、さっきウィキペディアで見たんですよ。その詳細を見たんです。やばいぞ。本当にやばいぞ。手が震えるんですよ。とんでもない事件すぎて、手が震えるんですよ。その事件の内容だけ見ても。目をね、背けるレベルなんですよ。その事件と内容がさ、震えが止まんないっすね。ウィキペディア見たら、その事件の内容のさ、見たらさ、震えが止まんないんすよ。まあ、女性はね、こういうことあるっていうことをマジで知った方がいいっす。とんでもないんで。とんでもない事件ですよ。これは風化させてはいけないっすよ。すごい。ウィキペディアの方にね、すげえ詳細に書かれてるんですけど、これみんなさ、多分さ、足立区ってさ、俺住んでんだけどさ、おそらく足立区っていうさ、犯罪が多いみたいなさ、あるでしょ。おそらくこの事件のせいなんですよね。おそらく。間違いなく。で、これね、さらに問題があって、なぜか、女性、当時、高校3年生です。多分3年生だから、17歳か18歳ですよ。3個目さんいらっしゃい。無駄クソどころじゃないですよ、これ。マジで。
マジで胸クソどころじゃないですよ。もうね、ウィキペディアね、見てるだけで、もうね、これはね、あの、悪魔です。人間じゃないですよ。これ人間じゃないですよ、これ。絶対。これね、人間の仕業ではないと思う。これは。これはね、悪魔です。これは悪魔ですよ。恐ろしいよ、これは。もうね、ウィキペディア見ててね、もう、震えが止まるんですよ、これ。見ると。これね、とんでもなさすぎてね、これ多分、人間で仕業じゃないです。これは悪魔です。これはね、悪魔ですよ。なんか、人間ってさ、多分さ、一番おっかねえよな、人間って。で、そう。で、一番個人的にすげえ腹立ったのは、この加害者と被害者は高3じゃないですか。高3で18歳か17歳ぐらいなんですよ。で、被害者の顔と名前が実名報道されてたんです。ね。で、それなのに、違う、間違えた。え、被害者か。被害者の女性はね、あの、週刊文集とかで、あの、その当時、顔と名前が実名報道されたんですよ。で、それなのに、で、加害者の4人、加害者4人です。は、あの、うん、七個目さんいらっしゃい。男性だけど知った方がいいぞ、これは。どっちも、だって、被害者も加害者も、どっちも、あの、20歳未満なんですよ。それなのになぜか被害者の女性は顔と名前を報道されてるのにもかかわらず、加害者の男4人は顔も名前も公開されないんですよ。これおかしくないですか？これおかしくないですか？
そう、日本の報道はね、おかしいですよ、これ。間違いなく。これおかしいんだって。この前のザマの急にクーラーボックスに入れられたサイコパス事件。あ、それ知らない。え、これ何？ 100 名以上関わってるって、それどういうあれなの？でね、この証人のね、A、B、C、D、4人いるんですけど、こいつら、こんだけクソみたいなことをやっといて、たかだか、懲役15年ぐらいなんですよ。おかしくないですか？そんで、もう出所してるんですけど、出所してさらに再犯したんですよ。また事件を起こしてるんですよ。おかしくないですか？普通に死刑にするべきだと思うんですけど。おかしくないですか？日本の法律おかしくないですか？おかしいよね。だってさ、当時17歳のさ、女の子がさ、一人がさ、その4人にさ、レイプとか、暴行とか、恐ろしいことを、数ヶ月にわたり、行われて、殺されたんですよ。つまり、ね、平均寿命が88歳ぐらいでしょ。85歳ぐらいか、女性は。ね、80年近く、違う。70年近くさ、奪われてるわけじゃないですか。最低でも懲役70年ぐらいにするべきなんですよ。おかしくないですか？これ頭おかしいって、これ絶対。少年法とかいう意味不明な法律。こいつ頭おかしいぞ、マジで。法律作ったやつ頭おかしいと思うんです、これ。絶対。これおかしいと思うぞ。マジで。狂ってるよな。おかしいってこれ、さすがに。これおかしいよ。本当に。18歳未満の死刑は国際法である児童の権利に関する条約の37条によって禁止と定められており、だって。日本はこれを批准しているため、少年法関係なく死刑の判決を下すことはできない。おかしいだろ、これ絶対。狂ってるって。絶対狂ってるって。なあ。おかしいよな。15個目さんいらっしゃい。18歳未満は死刑にできねえらしい。おかしいよな、これもな。そう。日本人とは思えないというか、人間じゃないですよ。ほとんど悪魔ですね。やってること自体はほとんど悪魔ですよ。人間じゃないです。少なくとも多分人間の心を持ってないです。見た目は多分人間なんですけど、心は悪魔ですね。マジで、頭おかしい。頭おかしいとかの、レベルをね、完全に、上回ってる。鬼畜すぎる。足立区、被告人の少年 A が犯行当時18歳。足立区在住の無職。な。で、
こいつが懲役20年ですよ。一番この主犯ですよ。これの、あの、加害者の中の一番の、あの、恐ろしいことにした人間 A です。こいつがたったの懲役20年。今の時代ネット社会だからネットの力でそれを暴いていきましょう。あのね、これね、さらにね、おかしいね、あの、こと起こってるんですよ。10年前ぐらい。違う。最近もあったな。最近もあったらしい。このさ、この事件になんか関与してるとかさ、あの、言われて、確か芸人、タレントか、なんか、誰だったか、が、なんか誹謗中傷されて、そいつらの、あの、仲間だったとかいう、なんか、誹謗中傷を受けてたんですよ。それで、10年ぐらい前に、なんか裁判を起こして、スマイリーなんとかっていう人ね。だから2チャンネルとかで、あの、すげえ誹謗中傷してて、その人らを、ね、あの、一斉摘発したんですよ、結局。言われもない、言われのない、その、ね。だからネット社会って言うけど、ぶっちゃけネット社会だからこそ、そういうのって怖いんですよ。平気で、死ねとか、あのね、殺すとかさ、言いよるでしょ。で、この少年 A がですね、出所後の2013年1月頃、振り込め詐欺を起こして逮捕。事件から約2週間後、検察側は少年 A に対しては不起訴処分としてあって、不起訴になってる。そうそう、飯島愛さんも、さっき俺もさっきウィキペディア見たんですけど、飯島愛さんも関わってるとかって言って、そのスマイリーなんとかさんっていう人と、あの、その、ね、飯島愛さんもなんかすげえ誹謗中傷されたんですよ。そのあの誹謗中傷され方が半端ない、半端なくて、あの、それもちょっと、あの、すげえ腹が立つんですけど。で、被告人の少年 B が、これも同じく足立区在住の無職。で、懲役13年。こいつたった懲役13年です。で、その後出所後の2004年に、3号市、逮捕監禁致傷事件を起こして逮捕起訴され、懲役4年実刑判決を受けた。これ、キチガイですね。だから出所した後にまたなんか犯行やらかしてるという、キチガイ。で、被告人の少年 C、犯行当時が15から16歳。で、こいつが、懲役5年以上の、懲役5年以上9年以下の、不定期刑、たったの、5年から9年。で、出所した後の2018年8月19日。つい最近なんだけど。半年ぐらい前なんだが。埼玉県川口市の路上で通行人男性を襲撃し、殺人未遂事件を起こしたとして、逮捕。で、最後の少年 D。犯行当時16から17歳。第一審東京地裁で、懲役5年以上10年以下の判決となって。そう、その犯人たちを生かしておくことはね、おかしいんですよ。絶対。おかしいんですよ。で、最近さ、まあ、最近って言ってもさ、あれだけども、
ネットとかで、ね、例えばの話、ツイッターとかでさ、その出会い的なのあるじゃないですか。まあ、女性はそういうの、やっといた方がいいぞ、マジで。まあ、実質、この事件が起きたときは、高校3年生のその女子高生が帰ってる最中に、自転車で帰ってる最中に、蹴りを入れて、転ばして、で、なんか、そっから、なんか拉致したっぽいですね。半端で、マジで。男の俺でも、恐怖。だって、ここ足立区っすからね。ここ足立区っすよ。しかも、足立区の綾瀬って、近くっすよ。すげえ近くっすよ。怖すぎるんだけど。怖すぎる。俺ももう外出たくないレベルだもん。マジで。その現場は今どうなってる？足立区の綾瀬だから、いや、どうなってんのかな？いや、だいたいあれだろ。被害者の、じゃあ、加害者の家とかどうなってんだろうね。そうっすよ。下の階に親いたんすよ。そいつの。両親がいたんすよ。でね、一回、その、監禁されて、2階に監禁されたんですかね。2階で監禁されて、で、両親が下で、まあ、住んでたと。ね。で、1回その両親が、なんか逃げ出させるように、こう、逃がしたんですよ、1回。その少女。逃げろって言って、逃がしたんだけど、その、少年らがまたこう拉致して、またこう、またと、捕まえて、で、また監禁したんですよ。で、結局、その過程っていうのが、まあ、かなりその主犯の奴らが、暴力とか振るうから、なんか親もなんか多分、なんか、子にビビってるみたいな感じになってるんですよ。そうなってたから、ダメなんですよ。その近隣の家とか迷惑。そうっすよ。28個目さんいらっしゃい。タバコ動画見てる。どうなってんだろうな、今。怖い、マ終了ジで。まであと5分になりました。超怖い。延長しました。もうこのね、ウィキペディア見てるとね、すさまじいよ、これ。だから、近年っていうか、稀に見る、恐ろしい事件。これまさにあれですよ。事実は小説よりも奇なりってやつ。もうね、震えるんですよ。もう見るのやめたくなるぐらいの。もうあまりにも、悲惨すぎて、このページがもう、見たくなくなるんですよ。手が震えてきて。マジでやべえ。これはマジで。やばい。マジで、女性の方知っといた方がいいぞ。マジで。言うとくけど。本当に。直接関わっていなくても、その犯人とつるんでる悪い人とかも、近くに潜んでると思うと怖い。そう。しかも、足立区の綾瀬だぞ。すげえ近くなんですよ。すげえ近くなんですよ、ここ。俺の今住んでるところとすげえ近くなんですよ。半端ねえんだけど。マジ。
これね、やべえよ、マジ。監禁されて同じことされたらどうする？いや、もう、いや、どうしようもねえだろ、だって。無理でしょ。だってさ、これさ、ウィキペディア見てるとわかるけど、あまりにも、その、拷問すぎて、殺してくれって懇願してたって書いてあった。お前、殺してくれって懇願することあるか、お前。恐ろしいぞ、考えると。どうなってんのって。頭おかしいって。いろんな意味で。恐ろしいぞ。これがお前人間の仕業だっつんだから、お前。それはお前、恐ろしいって。本気で。目疑うぜ。これはマジで。とんでもないよ。とんでもないっすよ。コンクリート殺人事件、綾瀬ちょっと見てみます。ほら、もうあれっすよ。顔、被害者の顔と、多分名前、もうさらされてるんですよ、これ。でも一人で済んだからよかったじゃん。ざまよりはマシですよ。33個目さんいらっしゃい。ざま？ざまってもの聞いたことないんだけど。何それ。殺人事件。ざま殺人事件。ざま級遺体事件。可変インターの近く。36個目さんいらっしゃい。え？可変インターの近く？2017年10月31日に発覚した死体遺棄事件であり、その後犯人とされる当時27歳の逮捕後尋問にて男が単独実行したことが発覚し、発覚した連続殺人事件である。これも見たくねえな、もう。これも見たくねえよ、俺。だってお前、ウィキペディアにこれ書いてあるの、これ。これよ。これ。この記事には暴力的または猟奇的な記述、表現が含まれています。怖くてもこれ見れねえよ、マジ。とんでもねえぞ。おそらくとんでもないぞ、これも。うん。コンクリートなら人数じゃないっすよ。でもさ、まあ、一人だったからよかったとか言ってもさ、お前、これだぞ！別に何にも良くねえと思うぞ。むしろあれだよ。一発で殺した方がまだ、良心的だよ。拳銃でさ、拳銃で頭バーンって撃たれるよりさ、撃たれた方がマシだよ、ね、って。普通に考えて。えげつなさすぎる。マジで。ああ。ざまはサイコパス。
いや、なんかそっちの方がいいって絶対。いや、いいっていうのもおかしいけどさ。だからいわゆるさ、あれだよね。おかしいよね。間違いなく。だって拷問されまくり、されまくりのされまくりで死んだよね。2ヶ月だか何ヶ月だかで。何ヶ月だかひたすら拷問してやで。で死んだんや。ひどすぎるだろ。ひどすぎるだろ、さすがに。これもう、これちょっと、ザマのその猟奇的な事件の物件は、今も満室。マジで？コンクリートは世界一悲惨かもしれない。うん、多分世界一悲惨だと思う。これも、これもやばいわ。主のキーボードの上の透明のやつ、そろそろ私のに交換してほしい。これ、まあ、別に交換してもいいけど、あれや、あれどこやったっけ、あれ俺、ああれ、あれ交換するやつどこやったっけ、あれおかしいな、ここら辺に置いといたはずやん、あれ交換するやつなくなった、あ、ないわ、あ、ないなくなった、うん、なくなったわ、まあいっか、別に交換しなくてもいいやろ、ちょっと場所、このコンクリートの殺人事件のこれ場所は、足立区の綾瀬。凶悪犯罪の共通点は弱い人を狙ってる。これ場所はどこだ？怖え、マジで。怖え。マジで怖え、これ。このさ。これマジで怖え。でもこういうのってさ、あの、やっちゃダメなんですよ。こういうのは、こういうのは風化させちゃダメなんですよ。昔の足立区は無法地帯だったらしいですか？貨幣インターの近く。いや、貨幣インターの近く、貨幣インター、貨幣インターか。
怖え。これ見るの怖えな。あ、あったあった。ライス7の8の6。怖え。あ、本当は786だ。こわ、これ。怖え。これ超怖え。普通に俺のうちの近くじゃん、これ。やべえぞ、これ。今度あれ生放送するこれ。こわ。超怖え、これ。ん？今は公園になってんのか？今、公園になってるくせえぞ。違う？え、ちょっと待って、これ？この家？嘘だ。今も現存するとかないよね。怖え。今もここ住んでんのかな。怖っ。怖え、マジで。超怖え、これ見るの。怖っ、マジで。これ普通に近くで笑えるんだけど、もはや笑えないんだけど、逆に笑えないんだけど、本当に笑えないんだけど、これもう、この家かな。ちょっと待って、こっちか。反対側公園だしな。こっち公園ですね。これ今も住んでるとかないよね。ここじゃね？あ、ここだ。怖え。ここだ。ここまだあるぞ、おい。本当に。まだあるんだけど。これどうなったの？これどうなってんのかな、今ここに住んでたら怖くね。超さすがに住んでねえか。これあれだぞ、ここ住んでたらマジ超怖いんだけど。
通に近くなんだが、笑えるってか、もう笑えねえんだけど。全然笑えねえんだけど。全然笑えねえんだけど、マジで。怖っ。とんでもない怖い。怖え。そう、俺、足立区なんですよ。しかも、ここの近くだよ。割りかし近くだよ。普通に。普通に近くなんだよ。怖い。本当に怖い。怖え、マジで。とんでもない怖いな、これ。うわ。きっつ。きっつ、これ。ああきつい、これはきついわ。博彩の運営者が加害者って噂がある。いやだからそれ噂でしょ。そういうのはあれだぞ、あれだぞ、それあんま言わん方がいいぞ、そういうのマジで。そういうのマジ言わん方がいいぞ本当に。前のあの事例があるからな。なんつったっけなあ、あったやん。だって主が働かずパラサイトニートの方が怖い。なんだっけ、なんていうあの芸人だったっけな、なんて芸人だったっけ、あれなんて芸人でしたっけ。あ、スマイリー菊池、スマイリー菊池っていう人がいるんですよ。これ誰？ああ。あ、こんな、あれなんだ。見たことない、この人。そう、スマイリー菊池さんの例があるからな。ええ。こんな顔の人なんだ。そう、検索してはいけないものを検索したんですよ。59個目さんいらっしゃる。でもね、こういうのね、だから忘れちゃダメなんですよ、こういうのは。マジで。特に女性。あの、怖っ。怖っ。ね、主犯格が宮野雄二っていう人、現在改名して横山雄二だって名前。怖い、マジで。11月から11、12、1か2ヶ月ぐらいか。
コンクリ事件と市ヶ谷一件、一件の事件と池田翔の事件は悲惨すぎた。怖っ。マジで。四つ目に被害者葬儀の動画とかあるけど、ひどい。後で見てみよう。名古屋アベック。名古屋アベックとあれでしょ？こいつやん。こいつが出所した後にまたやらかしたんだ。それがあれらしい。あれ？違う？そうだったよね。おえ、マジで。マジで怖え、これ。で、ここさ、ここにも住んでたらどうする？俺普通に、行ける距離なんだけど、チャリで、簡単に行ける距離にあるんだけど、こう。怖え、マジで。半端なく怖え、これ。どうなってんだ、これ。恐ろしいな。すげえ近くなんだけど。クソアロエね、マジで。クソアロエねえんだけど。本気で笑えない、これは。怖すぎる。ここにもし住んでたらどうする？同じ人間が。恐ろしいよな、これ。これ周辺住民大丈夫なの？これ。周辺住民、よく住めるな。しかもすっげえ近くに公園あるし。ガキが遊んでんだけど、怖すぎるだろ。住んでないらしい。え、でもさ、住んでないって言ってもさ、その両親が住んでるじゃないの？じゃあ。そいつらの主犯の両親が住んでるじゃないの？主犯の両親が住んでるんじゃないの？これ、もしかして。怖い。本当に怖い。
うわぁ、おい、顔画像あるぞ、これ。主犯 A の顔画像あるぞ、これ。半端ね。代わりユーさんいらっしゃい。想像するとガチで震える。主犯格の宮野裕二。違った。ああ。今は改名して横山博文になっている。2018年の8月現在47歳。だそうです。ここに顔画像載っとる。終了まであと5分になりました。こえ延長しました。こえマジで怖いな怖いな。平和に生きれてるだけ俺らは幸せかもな。でもいつこんな事件に巻き込まれるかわからへん。でもさ、このさ、事件とかさ、見てさ、俺は思いましたよ。女ってさ、損だなと。女って損だよなって。
だって大概さ、なんかさ、そういったさ、あれじゃないですか。されるのって大体女じゃないですか。交換とか。林間とかさ。そう考えると俺男に生まれて幸せだったかもしれない。男にす、あの、男っていうだけで、あの、なあ、まだ良かったかも。本当に。そう思うね。マジで。いやー、でもあれだな。怖ー、これは。怖え、マジで。だってさ、お前さ、だってあれだぞ。そのさ、被害者がさ、その被害者のさ、女子高生がさ、あの、拷問すぎてさ、死ぬことを懇願したっつうんだもん。早く殺してくれって言ったらしいぞ。もう早く殺してくれって言うレベルだぞ。恐ろしくないか。もう、何か、あの、何かこう、次元が違うよね。なんか次元の違うレベルで。主の家のドアがコンクリートで固められたらどうしますか？窓から出る。あと一つ、あの、疑問に思うんだけど、よくさ、ドラム缶にさ、コンクリートをさ、詰められてさ、あの殺されるっていうのあるじゃないですか。あれってどうやって見つけてんの？あれってさ、どうやって見つけてんのかな？警察犬かなんかでさ、匂いわかるんですかね？それがわかんないですけど。よくそんなの見つけられるよなと思って。海にポチャンってさ、入れてさ、入れるわけやん。よくそんなのわかるよな。って思わない。ああいうのって。ああいうのって警察どうやって調べてんのかな？ドラム缶をわざわざ壊して中身開ける人ってなんでいるんだと思って、そういう。怖マジで。本当に怖いぞ。ああ、中身見ない限り発覚しないよね。いや、だからさ、その犯人が捕まって、なんか別のほどのさ、万引きとかで捕まるじゃないですか。で、そのコンクリート埋めたとかさ、ね。東京湾に沈めたとかさ、それで発覚するんだったらわかるんですよ。そんなの一切なしに、コンクリートじゃね、東京湾で、ドラム缶にコンクリートで、ね、沈められてるやつを、どうやって発見するんですかね。あれ、どうやって発見してんだろうな。全然わかんねえや。警察犬かなんかでなんか匂いわかるんかなと思ったけど、水の中じゃわかんねえもんな。もしドラム缶が放置されてなかったとしたら、ああ、そうだよね。だってよく聞くじゃん、ヤクザとかさ。で、
ドラム缶に埋めただのさ、海に埋めただのさ、絶対表沙汰に出てこないでしょ、普通。普通に考えて。だから俺は性善説を信じない。何性善説って。やばい統計を見た。年間行方不明者は日本で8万人。つまり100年のうち800万人も失踪している。ああ。発覚してない事件ね。いわゆる謎で、あれでしょ、時効が過ぎたとかさ。時効が30年か40年ぐらいなんでしょ。忘れたけど。人は幼少から指導や修正されるからまともにいられる。だからとりあえず女性の人はマジで、この事件見て、恐怖を覚えた方がいい。少なくとも。少なくとも恐怖を覚えて、なんか対策した方がいいぞ。本当に。いわゆる防犯ブザーだっけ？防犯ブザーとか、防犯ベルみたいなやつとかさ、なんか、対策した方がいいと思う。時効以前に事件化すらしてない。ああ、そうだね。人間の本質が善であるという説。ああ。でも大体の場合、親がおかしいよな。大半の場合、親がおかしい。大体親がおかしいんですよ。その、ね、幼少期の頃に、その意味不明な、なんか、放任主義だとかさ、なんか親が絶対関連してくるんですよ、そういうのって。結果、女性専用車両ができた。そう、指導修正されなかったんですよ。だって、その主犯の、ね、A の人も、あれやで、中学生までは普通やったって。中学生までは普通やったって書いてあった。割かし。割かしな。高校あたりで、違う、小学生までは良かったって。中学、高校がおかしかったっす。おかしかったらしいな。親がやっぱ問題なんだよ、おそらく。何か、なんかおかしいんだ、多分。おそらく。表に出る行動しなかっただけで、精神はまともじゃなかった。主はこの事件の時に生まれていましたか？これが89年だから、俺2歳の時ですね。これ生まれが87年なんで、2歳です。生まれてましたね。あんまり知らなかったですね。まあ知らなかっただろうな。2歳だ。知らないわ。親で人生決まると言っても、2歳の時に主が通報していれば、
だからさ、今のさ、ね、あの若い女の子、中学生とかさ、普通に遠行とかしてんじゃん。まあ、小学生ですらお前あれだぞ。セックスしてるらしいからな。で、遠行だのなんだのって言って、中学高校ぐらいで金、遠行とかで稼いでるわけでしょ。マジ、もうちょっと危機感持った方がいいぞ。本当に。もうちょっと危機感持った方がいい。この、あの、ウィキペディア見て、あの、危機感持った方がいいぞ。本気で。加害者側も、親からの被害者。まあ、それはまあ、あれでしょ。極論でしょうね。それは極論、そういうことになるけども。ああ。それ言ったら、その前の親の親が悪いってなるねんか。その親の親が悪いってことになるぞ。なあ。意味、もうあれでしょ。終わんないでしょ。そう、昭和の終わりぞ。昭和の64年でしょ。ちょうど終わりの年で。昭和が64年で終わったからな。ちょうど終わった年ですよ。昭和64年。はぁ、あ。はぁ、あ。いや、だからさ、おかしいのは、ね、少年法で、たかだか、ね、懲役20年ぐらいっていうのがムカつくんですよ、とりあえず。あんだけさ、ね、70年以上、その人のさ、人生をさ、奪っときながら、たかだかお前懲役15年とかお前20年ぐらい。アホちゃうか。日本狂ってるじゃない。頭おかしいと思うぞ。間違いない。過去に遡ったその犯人とも血がつながっちゃう。3個目さんいらっしゃい。あの神戸の事件の犯人の榊原聖と、ああ、あれね。少年ももう出所してる。主が子供の主の子供が主の家で監禁しての発覚したら主はどうしますか？通報する。いや、だからそれがおかしいんだって。親もそれ気づいてたんすよ。それ気づいてたんすよ、それ。親も。頭狂ってると思うね。やっぱりこの子、この親にしてこの子ありだわ、マジで。だってさ、親それ気づいてたんすよ。その、女が監禁されてること気づいてたんすよ。だって一回その、それで逃がしてんの。逃げなさいって言って逃がしたんだから。だけど、その少年に捕まって、また、戻らされたっていうか、また監禁です。またおかしいぞ。その時点でまず110番通報するの普通でしょ？なぜ親は罪に問われないの？知らん。頭おかしいでしょ？だからおかしいんだって、やっぱり。結局。親も頭おかしいんだって、確実に。普通じゃない、とにかく。とにかく普通じゃないですよ。頭おかしいんだ。間違いない。知ってたけどスルーするっていうのは罪になんないじゃないの。多分。多分、罪になんないんじゃないか。なあ。多分な。
多分なんないでしょ、おそらく。ルシが代わりに始末してくれ。始末したら俺が処罰されるわ。少年法というのを設けるのであれば、親は子供の管理責任を負うようにすれば。せやんな。そう思うよ、確かに。なんかやっぱ狂ってんだろうな。そうすると少子化に拍車がかかるから。拍車がかかるって言っても、もともと拍車かかってんだろうが。これ以上かかってどうするんだよ。もう上限振り切れてるから。これ以上悪くなったって大して変わんねえよ。子供を野放しにしていなかった気がする。うん。そう思うぞ。榊原生徒だ。それ聞いたことあるな、それな。榊原生徒。榊原生徒。これどんな事件だったっけ？神戸連続児童殺傷事件。またこういうのだよ、お前。またこれあれだよ。検索してはいけないワードじゃないの、これ。1997年に兵庫県神戸市で発生した当時14歳の中学生による連続殺傷事件。少年が名乗った名前から別名、榊原事件、過去榊原生徒事件とも呼ばれる。14歳の中学、何歳ですか？14歳。106個目さんいらっしゃい。ストレインさんいらっしゃい。北九州のやつもひどかった。数ヶ月にわたり複数の小学生が被害を受け、2人が死亡し、3名が重軽傷を負った。通り魔的犯行や遺体の損壊が、伴った点、特に被害者の頭部が、小江正右衛門とともに、中学校の正面前に置かれた点。こんなのあんの？マジで生首？うわぁ、これひどいな。もし親も連帯責任になる仕組みがあるとして、主の子供は猟奇的殺人を起こしたら、主はされてもいいですよ。されてもいいと思う。別に。それはサイコパス事件。神戸の事件はマジですごいぞ。当時めちゃくちゃ話題ですよ。別にいいと思うぞ、殺人事件を。息子がだって、俺、息子が起こしてんだから。なあ、その、さあ、それお前責任あるだろ。当たり前だよ、それ。当たり前じゃん、だって。お前、血つながってる人間が、なあ、やらかしてんやから。それはあれやろ。しょうがないやろ。地元新聞社に挑戦状が郵送された点など、強い暴力性が伴う特異な事件であった。また犯人がいわゆる普通の中学生であった点も、社会に衝撃を与えた。兵庫県警察は、聞き込み調査の結果、少年が動物虐待行為
をたびたび行っていたという情報や、被害者男児と顔見知りである点から比較的早期から彼に対する疑念を深めていたが、対象が中学生であるため極めて慎重に調査は進められた。犯人は今出所して普通に結婚してる。マジで？マジで？結婚してんの？こんなやつと？よくこんなやつと結婚したな、マジで。頭狂ってるんじゃないか、それ。1997年5月の27日、明朝、早朝だ、ごめん。明朝じゃなかった。早朝。神戸市の中学校正門に切断された男児の頭部が放置されているのを通行人が発見し、警察に通報。5月24日から行方不明となっていた近隣マンションに住む11歳の男児のものと判明した。耳まで切り裂かれた被害者の口には、榊原生徒名の、犯行声明文が挟まれており、ひえーその残虐さと特異さからマスメディアを通じて全国に報道された。97年といえば FF7。6月4日に犯人から第2の犯行声明文が神戸新聞社に郵送され、報道はさらに過熱。警察の捜査による6月28日に犯人を逮捕。マスコミが報じていた推定犯人像、がっちり体型の30から40代と異なり、犯人が14歳の中学生であったこと、連続殺傷事件であったことなどが判明した。ひえ。これはおかしいな、これ。第一の事件、1997年の2月10日、午後4時ごろ、神戸市の路上で小学生の女児2人がゴムのショックレスハンマーで殴られ、1人が重傷を負った。犯人がブレザー着用、学生カバンを所持していたと聞いた。女児の父親は近隣の中学校に対して犯人がわかるかもしれないので生徒の写真を見せてほしいと要望する。しかし学校側は、警察を通してほしいと、拒否したため、父親は兵庫県警察に被害届を出して生徒写真の閲覧を再度要求したものの結局、開示されることはなかった。この事実により犯人逮捕後、学校側に対しこの時点で何らかの対応をしていれば第2第3の事件を防げたのではないか、結果的に犯人をかばったことになると、批判が起こった、なるほど。第2の事件が3月の16日神戸市なんとか区の公園で付近にいた小学4年生の女児に手を洗える場所はないかと尋ね、学校に案内させた後、お礼を言いたいのでこっちを向いてくださいと言い、振り返った女児を八角なんとか過去金槌の一種で殴りつけ逃亡した。女児は、病院に運ばれたが3月23日に脳挫傷で死亡した。さらに午後0時35分ごろ、別の小学3年生の女児の腹部を刃渡り13センチの小刀で刺して2週間の怪我を負わせた。ナイフの刃先は胃を貫通して背中の静脈の一歩手前で止まっていた。仮に静脈まで達していたら救命は不可能だったという。また手術の時に 1.8 リットルの輸血を要した。
怖え、これ。これも。これ怖い話、これバイオハザードよか怖いぞ、これ絶対。これ最近話題になってるバイオハザードの2のあのリメイクよかが怖いぞ、はっきり言って。はっきり言って、こういうの見てるだけの方が怖いぞ。確実に。第3の事件。少年 A は人を殺したいという欲望から殺すのに適当な人間を探すために、昼過ぎに自転車に乗って家を出た。町内を10分ぐらいブラブラしながら、自転車を走らせ、その後なんとか小学校の北側を、東西に走っている道路の北側の歩道を、東か西に自転車を走らせていたところ、その小学校の北側の歩道上に A とは反対に西から東に一人歩いてくる男児を偶然見つけた。男児は同地区に住む放射線科医師の小学5年生の11歳の次男であった。男児は祖父の家に行くと言って午後1時40分ごろ自宅を出て行った。A が男女知った時期ははっきり覚えていないものの、多分小学校の5年生ごろで同じ小学校の中に、身体障害者のための仲良し学級があり、こんなんあったわ。俺の小学校にも仲良し学級だからっていうのあったよ。そういえば。その中に男児がいることを知った。その後、男児が A の家に遊びに来るようになった。これは A が直接知り合ったわけではなく、A の一番下の弟が同級であったからである。その際、A の家で飼っていた亀に、男児が興味を示したことから亀が好きなことを知る。だからこの事件は検索していけない事件になって、でもこういうの知るのは重要ですよ。とっさに丸々くんなら僕より小さいので殺せると思い、男児の方へ近づいた A は男児に対し、向こうの山に亀がいたよ、一緒に見に行こうとタンク山と呼ばれている高台に誘い出し、チョコレート階段を経由し、山頂手前にあるケーブルテレビアンテナ施設の入り口付近まで連れて行き、その場で考察して遺体を隠した。だって、あったらうんちゃらかんちゃらうんちゃらかんちゃらって長いのが、ぐわーって書いてあるけど。これはちょっと見ないでおこう。これは恐怖なんで、これは恐怖なんで、これ見ない方がいい。これちょっと恐怖だな。詳細が書いてある、これ。これは怖い。これ見ない方がいい。で、こちら。やばい、やばいです。117コミさんですね。さあ、ゲームの始まりです。愚鈍な警察諸君、僕を止めてみたまえ。僕は殺しが愉快でたまらない。人の死が見たくて見たくてしょうがない。汚い野菜どもには死の制裁を。積年の なんとかに流血の裁きを、スクールキル、学校冊子の手記腹というこの犯行声明ですかね。これがお前14歳だぞ。俺読めないんだけど。読めないようなこと書きよるな、こいつ。14歳だぞ、これ。マジ吉じゃねえか、完全に。とんでもねえな、これ。はぁ、あ。もう見たくねえよ、こんなの。
怖マジで。小説家、漫画家なんかをパクった。きちこれ。だこれ、この人あれでしょ？結婚してるらしいぞ。結婚してるらしいぞ。元少年 A 子と榊原生徒は、現在結婚して子供もいるらしいぞ。へぇ。マジきちじゃねえか、完全に。どうなっとんのこれ。でもさ、最初に話したさ、女子高生コンクリート殺人事件の方がきついと思うぞ、個人的に。いや、あくまで個人論なんですけどね。個人論だけど、そっちの方が怖いよ、絶対。ウィキペディア的に見ると。まだ大丈夫。まだ見れる方だ、これ。榊原生徒のそのウィキはまだ見れる方です。見れる方ですね。だって単純に考察したとかさ、まあ、わりかし、速攻で殺してるわけでしょ。まだ拷問みたいなことしてないもんね。だってもう2ヶ月あれだぞ。コンクリート殺人事件なんだ、お前。2ヶ月、殴る蹴るの暴行な、あと、さらにあれやと、ケツの中に、瓶入れて、割って、これは、ちょっとあれだな。これはもう想像するだけきつい。あれやぞ、ビール瓶を、確かマンコ、あそこの中に入れて、で、なんか、腹をこう、バンって殴って、それで中に入った状態でお前、瓶を割ってね、完全にあれですよ。中がもう、ぐちゃぐちゃになってるんですよ。わかる？このきつさ。想像できないでしょ、完全に。さすがに。恐ろしいぞ。市ヶ谷の一家の、事件も恐ろしいないよ。気違いだぞ、完全に。気違いとかレベルやん。だから、もう悪魔ですよね。よく、そんな拷問しよるなって。おかしいっすよ、確実に。だって、あとあれやぞ。太ももとかにお前、油垂らして、それで火つけて、笑っとるんだぜ。で、最終的にあれやぞ。顔面がすげえ、相当腫れ上がるまで、殴る蹴るの暴行して、さあ、想像するだけで恐ろしいわ、本当に。冗談じゃねえ。レベルが違う、マジ。サイコパスのレベルが違う。おわ、マジで。怖え、本当に怖え。言ってるだけ怖え、これ。ストレスで毛が抜けまくった。怖え。しかもあれやぞ。しかもこれが一番恐ろしいと思うのが、さっきも何回か言ってるけど、その女子高生が、ね、早く殺してっていうレベルの、人思いに殺してくれって言って懇願するレベルの、どんだけお前残酷かわかるか。もうすでにその時点でもう生きることやめたんですよ、その女子高生。お前どんだけ辛いと思ってんの？
まあ、俺にもわかんないけど、さすがに。本人じゃねえから。でもさ、もうその時点で生きるのやめたんですよ。その女子高生。もう辛いってレベルじゃねえよな、マジで。だってさ、やめたんだもん。もうその時点で生きる望み捨てたんですよ。生きる望みを。おかしいわ、絶対。名古屋アベックもそうだった。想像を絶するわ。怖い。怖い、これ、本当に怖い。はあ、しかもあれだぞ。それでたかだか、懲役15年か20年ぐらいやんの。頭おかしいな。確実に頭おかしい。小説でもこんな鬼畜な事件ないっすよ。おそらく。小説でもこんな鬼畜な事件ないって。コンクリ事件は映画や漫画にもなって作ったやつら信じられない。いやでもさ、そういうのさ、はある程度その文献として、まああれだよね、こういう事件あったっていうのをそれ忘れないために残すのはいいと思うけど、まああれだね、もう俺さ、もう食欲ねえわ、もう完全に。気分が悪くなる、本当に。本当に。あまりにちょっと、衝撃的すぎて。もうあれやって。人は快楽を満たすために狂人になれる。それでさらに俺の中で怖いのが、普通に足立区の、俺の家の近くなんですけど、怖すぎない？怖すぎない？普通に俺の割と近くなんだよな。それがまた恐怖。またそれが恐怖すぎるんだよな。
怖っ。もうしばらく あっち行かないようにしよう。マジで。しばらくあっち行かん方がいいさ。本気で。怖すぎる。もう、ショッキングすぎる、本当に。気分が悪くなる。マジで。とんでもねえ。危険地帯じゃん。危険地帯なんですよ。だから。めちゃくちゃお前危険地帯ですよ。怖いぞ、本当に普通。普通に怖いぞ、本当に。だから下手したらまだ住んでる可能性あるからな。あの、その両親が。そいつらの、あの、加害者は住んでないみたいだけど、そいつらの両親が住んでる可能性あるからな。怖すぎないか。怖すぎない。何なんだろうな。何なんだろうなっていうか。あれだよな。突撃取材行く？行かねえよ。殺されるわ。でもさ、そいつらがまだ生きてるっていうのがまたあれだよな。今45歳ぐらいらしいぞ。だから、あれだよね。相当、だって、もう名前も知られてるわけじゃん。名前知られて顔も知られてんねん。さらに住所も知られてる可能性もあるの、これ。ここ、あの、インターネットの、インターネットのお前、世界。多分、住所もおそらくバレてんねん。で、ね。そうなった時に、当然のごとく、ね。すごい、まあ、そいつをさ、あの、ねえ、うん。だからまだ生きてるっていうのが逆に すごいんじゃない？ああ、逆に。逆に考えて。絶対殺されてるから。普通だったら殺されてんねん。そこら辺の、なあ、人間に。だって住所も顔も名前もバレてんだから、お前。普通誰か突貫するだろ。誰かあの、YouTuber とかで突貫するやついるだろ。一人ぐらい。一人ぐらい突貫するやついるだろ。なあ。普通。普通、いると思うぞ。マジで。だから、半グレは、縦横のつながり広いから生きてる。だから、そいつらも加害者の、あれ、恐怖、与えてると思うぞ。加害者に。だって名前も、住所もさ、年齢もバレてるし、顔もバレてんやで。だから、いつ誰かに襲われるかもわからないっていう、恐怖心があるんじゃないか。まあねえか。あんな鬼畜な野郎にないか、そんな考えは。そんな考えねえか。そんな考えはねえか。マジ基地の人間に、まともなあれがねえか。
さすがに。あ。うん、だから、一番やべえのは、あれっしょ。140個目さんいらっしゃい。顔顔ググってくれ。一番やべえのはあれですよ。その女子高生の、殺された女子高生の両親ですよ。両親ですよ。一番殺したいと思う人間ですよ。両親。だから両親に、なあ、なあ、普通、殺したいと思うじゃん。両親だったら。なあ。まあ。一番お前辛いと思ってるのは両親だぞ。当たり前だけど。一番憎いって、その犯人どもを憎んでるのは両親だろ。マジ。気分悪い、マジで。マジで、気分悪いわ、本当に。両親はね、絶対やみますよ。はあ、本当に気分悪いわ、俺も。サザエさんでも見て気分変えなさい。いまだに手が震えてるもんね。いまだに。いまだに手の震えが止まらないもん。怖すぎて。怖すぎる。うー、気分悪い。マジ気分悪いわ。本当に気分悪いわ。うわぁ。これ今日寝れない気がする。すっげえ気分悪い。ああとんでもねえな、本当に。ああ、怖い。だから、足立区がなんか、悪いっていう印象になったのこれだろう。これのせいだと思うぞ。だから治安が悪いだとかさ、言われてんじゃん、足立区が。まあ、実質あれ、治安悪いらしいけどな。実質、あの、東京の、23区内で、あの、一番治安悪いらしいぞ。ああ、気分悪い。ダメだ、これ。怖すぎる。怖すぎる。とんでもない。YouTube で当時のニュース見たけど、めちゃくちゃ後味が悪い。気味悪い。ね。ドラム缶、殺人、どうやって、ドラム缶の未だにわかんないですけど、なんでお前さ、ドラム缶でさ、あのさ、海にさ、捨てられてさ、そこの場所がわかるかわかんねえんだよな。被害者の女の子かわいいです。うん。あの、あれだな。あの、昔流行った、あの、誰やったっけ、あの、なんとかかんとかの、な、アイドルの髪型なの？みんなあの髪型にしとったらしいよ。あの、昔の人。俺の母ちゃんも、そう、昔そういう髪型してた。はぁ、あ。とんでもねえ、これ。気分悪い。うん、気分悪い。どうやってバレるんだろうな、いうのって。あれで、あの、ヤフー知恵袋で調べるか。
ヤフー知恵袋であれ したらあれか、出るか。ヤフー知恵袋に、うん、投稿してみるか。なんでドラム缶の殺人事件ってバレるんですかねって。おかしないだって、普通に考えておかしいや。海じゃなくて土手に放置。ああ、そうなんですか。いや、あの、コンクリートの、その、女子高生のコンクリート殺人事件は、その逮捕されて、いわゆるその別件で逮捕されたんですよ。その人間がなんか万引きだかなんだかひったくりだかして、それ逮捕されて、で、このコンクリート事件のことを自白して、そんで、その、多分そのドラム缶の捨てた場所とかを多分言ってるんですよ。だからバレたんですよ。あんまり変なキーワードばっか検索してるとマークされるの、誰にマークされるんだよ。それ誰にマークされるんだよ、それ。怖ぁ、マジで。人間って本当に怖えな。本当に人間って怖えな。怖え。公安委員会。怖えな。怖すぎる。本当に怖すぎる。久々にこんなに怖くなったな。あの、昔、あの、ガキの頃に、金田一少年の事件簿のあのドラマで、あのレッドラムだっけ、あのなんか何やったっけな、なんとか人形殺人事件みたいな、なんか人形が出てくるやつで、あの見て怖すぎて、あの夜トイレ行けなくなった時あったな。あれちょっとトラウマっすね。あれすげえトラウマなんですよ、あの。レッドラム殺人事件。そう、堂本剛のやつ。レッドラムだったかな。金田一。あ、蝋人形殺人事件。蝋人形殺人事件ですね、これね。主は真理を探求するタイプだから、すべて知りたい。あ、やっぱこれあれですね。蝋人形殺人事件の、これ、怪人がレッドラムって。これ怖いんだよ、これ。堂本剛のやつ、すげえあの、金田一にめっちゃ合うんだよな。その当時あれですもん、だって。当時は見てたもん。あの、堂本剛の、あの、金田一少年の事件も。すげえ合ってたぞ。で、次だったから亀梨だからな、もう。バカちゃうか、本当に。おかしいと思わない？金田一少年がさ、あの、亀梨な、次、確か。金田一のさ、そのさ、役柄さ、あの、いろいろ変わるんだけどさ、亀梨だからの、亀梨とか美形すぎてマジで全然金田一じゃねえよ。おかしいだろ。堂本剛が一番あの、合ってた。ジャニーの闇も深いぞ。一番合ってたよな。そう、亀梨とかさ、全然違うじゃん。あれ、誰だっけ、あの、あの、ヒロインが、堂本剛が、あの、金田一で、ヒロインが、確か、なんとかさゆりだっけ、なんてやったっけな、あれな。あれ、なんていうんだっけ、全部ひらがなの人ですね。確か全部ひらがなの人。ひらがなのさ、あの人、あれ誰だったっけ？松潤はまあ、亀梨はあれ全然違うな。確実に。あれ誰だっけ？あの、ほら。ね。金田一少年の。ね。ヒロイン役。金田一。ヒロイン。これね、あれも合ってたんですね。
あのヒロインもすげえ合ってたんですよ。あ、友坂理恵。友坂理恵、懐かしいな。友坂理恵。友坂理恵って超懐かしいじゃん。これも合ってたんですよ、すっげえ。ヒロイン役としてもすげえぴったしだったな。マジで。友坂理恵って今何やったのかな。え、友坂理恵って本名坂本絵里らしいぞ。あ、違うな。あ、いいのか。本名が友坂理恵なんだ。漢字のバージョンね。あ、違うわ。あ、それでいいな。本名も友坂理恵なんだね。ははー。今は友坂理恵見ないですもんね。あれでも、あ、やってるぞ。友坂理恵、なんか今やってるらしいぞ。今もテレビ見出てるらしいぞ、これ。友坂理恵。どんな顔？今。友坂理恵。あんまり変わってねえな。終了まであと5分になりました。あんまり変わってないね、見た目。そこまで変わってないわ。たまにめっちゃ変わってる人いるじゃん。終了しました。たまにさ、とんでもなくさ、変わってるやついるじゃん。例えば、あれ誰だったっけ？なんだっけ？トリックのあの主題歌のあの人。あれめちゃくちゃ変わったからな。あ、長澤まさみもね、結構変わった、確かに。あのトリックの、映画トリックの、あのドラマか、ドラマのトリックのさ、あの主題歌のさ、あれ誰だっけ？歌手。長澤まさみはあれだな。変わったな、この人な。変わったっちゃ変わったな、これな。あ、でもそんなでもないのか。そう、鬼塚千尋あれ、爆発変わりしてたからな。一時期な。鬼塚千尋あれ、爆変わってたから。爆変わりしてた。たまにいんねん、こういう、めちゃくちゃ変わった人。とんでもない。エリカ様とかさ。エリカ様はまともになったからね。沢尻エリカ。沢尻エリカはあれだね。マジで怖え。本当にあれだ。トラウマになってる、今の。さっきあのウィキペディア見たからトラウマになったわ、ほんとに。コンクリート殺人事件。トラウマですね。今さらトラウマになることってあるんだな。衝撃的すぎて。もはやもう、ダメだな、これ。ほんとに。狂ってる。そう、食欲がわかんないっすね。だから、お前らあれだろ？女の人だったら、マジで気ぃつけた方がいいぞ。間違いなく。特に足立区。足立区、マジ気をつけた方がいいぞ。うん。とんでもないから。マジ、防犯ベルがなんか持った方がいいぞ。本当に。冗談抜きで。これを機に買った方がいいぞ、そういうの。そういうの買った方がいいぞ、確実に。怖すぎる。うー、目つぶるとさ、もうなんか
想像できちゃうもんね。その事件のさ、絵が浮かんでくるんですよ。吐きそうだもん、本当に。うわー、気分悪い。あと気になったのが、さっきのウィキペディア見てて、気になったんですけど、なんか、花を売ってたって、少年が、花売りがどうたるこうたるという記述があったんだけど、これってあれなのかな？いわゆるあれ、売春的なやつなのかな？でもさ、ウィキペディアだったらさ、売春とか書くべ。普通。なんか花売りとかって書いてあったんだけど。いくつか花売りがどうたるこうたるって書いてあったよ。これはどういうあれなのかな？やっぱ単純に、やっぱ花屋さんだったのか、いや、売春でしたっていうことなのか、何なのかよくわかんないです。どこやったっけ？これもおかしいよね。舞妓さんと置屋の娘って違うって言うよね。どういうこと？これおかしいって、こういうの。この父親もだっておかしいんだって。両親が。だってさ、被害者少女と見られる女性が2階にいることを知ったため、両親は少女にドアの外から食事をあげるから出てきなさいと説得して、1階のリビングに降りてこさせて、一緒に和室で夕食をとって、その際に家に帰れなさいと注意したという、書いてある。夕食にはシート、仲間の少年も同席していたが、少女にはほとんど話をしなかったという。両親はその後に、女の子が一人だけ一階に残った隙に帰りなさいと声をかけて、玄関から送り出したって書いてある。でも、C が間もなく逃走を知って追いかけて連れ戻した。C らが両親から、注意を受けたのはこの一度きりで、少年らから常に激しい暴行を受けていたため、怯えきっていた少女はその後、逃げ出したり助けを求める素振りさえできなかったと見られる。これおかしいわ、本当に。確実におかしいですよ。だってこの時点で、暴行をめちゃくちゃ受けてるはずなんですよ。間違いなく。だから暴行を受けてるっていうことは、もう顔とか絶対殴られてるはずなんで、
明らかにおかしいんですよ。絶対顔とかに傷があるはずなんです。間違いなく。おかしいはずなんですよ。それなのに、警察に通報もせずに、ね、逃がして、しかも捕ま、また結局捕まってね。狂っとるわ。やっぱり両親も完全に狂っとる、こいつら。キチゲーだ。やっぱりキチゲーの子供はやっぱキチガイか。キチガイの子供もキチガイとぶっちゃ。キチガイの子供はキチガイです。アクアの悪魔の仕業です。あ、これあれだ、ここに書いてある、少年 A の両親は自宅を売却して、保証金5000万円を用意して、被害者遺族がそれを受け取ったってことは、あの家は多分もう売っ払ったんだ。ははー。あの家、今の現住所、おそらく売っ払ったんですよ。だから別の人が住んでる。可能性が高い。で、その人が、その今住んでる人が多分別人なんですよ。この事件を知ったらどうなんだろうね。うぅ、怖え。まさかの自分の家だったみたいな。自分の家がここ、こんな、みたいな。いわゆるなんとか物件ってやつ。なんちゃら物件、事故物件ってやつだな。いわゆるな。そう、金じゃ解決できないですよ。怖ー、マジで。事故物件ですよ。多分事故物件だからあれだ。事故物件として多分破格の値段で借りれるんじゃない今。まあ借りたくはないけど。破格の多分安い値段であれなんじゃない。その家買えるんじゃない今だったら。気持ち悪い。うん、気持ち悪い。気持ち悪い。気分が悪い。馬骨柴田さん、いらっしゃい。マジで。怖い。俺今までこんな、いわゆるホラーゲーとかさ、ホラーゲームとかはやんないけど、そういったさ、話の中でさ、一番怖いと思うわ、これ、本当に。31年間生きてきて、これ一番怖いよ、これ。このウィキペディアが一番怖いと思う。このウィキペディア見るともう、すごいぞ、この、恐怖感。手が震えてくるんですよ。もう。すごいぞ。本当に。さっき普通に見てたけど、手の震え止まらなかった。これ、恐ろしいな、これ。何度も言うけど、これ恐ろしいと思う。間違いなく。
うん、内容まで知ったのは今日です。いや、その前知らなかった。じゃあ知らなかったな。うん。知らなかったですね。あ、ここに書いてあるわ。現在、主犯格の少年の A、こちらがですね、振り込め詐欺で逮捕されて、で、不起訴処分で釈放されて、その後、消息不明となったって書いてある。消息不明らしいぞ。これ頭おかしいだろ、これ、大体。だって、振り込め詐欺やってるのに、不起訴処分ってなってるからな。おかしいやろ、それ。不起訴処分で釈放されてんで。その後、消息不明やって。きちげえ。こっちもきちげえだけど、まじ、法律もきちげえだよ、間違いなく。頭おかしいと思う。弁護士か、何し、検事弁護士か検事か、どっちか、頭おかしいが。100%。この場合って言うとどうなんだっけ。弁護士と検事が、検事かな？被害者を守ってる方は多分、検事でしょうかね。ケンジが頭おかしいやつ。いや、おかしいっていうか、まあ、最終的におかしいのはやっぱり最高裁判所のね、裁判のね、内容ですよね。前科あるのにそう、不起訴処分にもなってるし、で、しかもこれあれでしょ？あんだけ殺しといてお前あれだと、懲役20年なんですよ。かなかお前懲役20年だぞ。バカバカしい。クソみてえな。まあ、とりあえずさ、今、少年法、改正されるでしょ、確か。18歳に改正されるんでしょ。あれ、昔はほら20歳だったっけ？あれ、18だったっけ？あ、16か。昔が18歳だったけど、16歳に引き下げられるんでしょ。そりゃそうだよな、お前。16歳って言ったら、あれそうだったっけ？あれどうでしたっけ？少年法改正されるんじゃなかった？改正されるんじゃなかったっけ？少年法。
これ少年法じゃないのか。2014年に18歳未満の少年に対して無期懲役に代わって言い渡せる 有期懲役の上限を15年から20年に変えて増やしたんですね。不定期刑も5年から10年を10年から15年に引き上げた。5年、あれですね、引き上がった。でも結局あれですよ、まだあれですよ、死刑できないですからね。おそらく。無期懲役も多分できないんですよ。少年法のせいで。少年法のせいで無期懲役もできないし、死刑もできないですよ。頭おかしいがな。頭おかしいがな。おかしいがな、これ。で、最近、この少年法っていうよりは、改正されたのが、これっすね。国民投票。まあ、あれ選挙でしょ。選挙の投票ですね。選挙権が、選挙権年齢を18歳以上へと引き下げる。うん。だから今まで20歳、法制審会議で、議会で少年法適齢年齢を20未満から18未満への引き下げが検討されている。あ、やっぱ2年、あれにしたのか。2年下がったのか。あれ？少年死刑囚はいるらしいぞ、これ。そのコンクリートの事件から3年後、犯行当時19歳の少年により、千葉県市川市で、一家5人中4人が殺害されて、残る1人も強姦された事件。市川一家4人、殺人事件が発生した。この事件の加害者少年は逮捕後も本事件を引き合いに出して、本事件の犯人の少年たちでさえあれだけのことをやっときながら死刑どころか無期懲役にすらなっていない。それなら俺の方が犯行は長期間ではないし、犯行にあたって凶器を一つも用意してないからまだ頭の中身がまともだ。これで俺も少年行きか。程度にしか考えていなかった。よくわかんないんだけど。どういうこと？その考えも虚しく、こちらの少年は第一審判から、最高裁に至るまで一度たりとも死刑判決を回避することなく一貫して、死刑判決を言い渡されて確定。戦後日本で37人目の
少年死刑囚となった。2017年12月、この少年の死刑が執行された。ほら。じゃあなんでこれはしないんだって話。じゃあなんでそのコンクリートのやつ全員死刑になんないんだよって話。はあ、ああ、そういうことか。だからコンクリートのその、あの話題を引き合いに出したわけね、こいつが。この19歳のやつが。はっはっはっは。このコンクリートの殺人事件の犯人たちでさえ、あれだけのことをやっときながらね、たかだか20年ぐらい。な。20年。程度だから、これも、これで俺も少年院行きか程度の。ことを考えてなかったんだけど、しか考えてなかったんだけど、こいつは死刑になってんだよな。こいつは死刑になってんのかよ。ああ、そうっすか。そうか、そうか。わかんねえな。元気をすげえ。これあった。このウィキペディアに書いてあるんですけど、警視庁少年2課綾瀬署は、6月の、6日、6月の5日、加害者少年ら4人を、前年12月23日から4日間にかけて、深夜まで銀座、なんとか橋交差点の近くの路上で花を売らせていたとして、
足立区なんとか三丁目在住の暴力団準構成員の男括弧43歳を児童福祉法違反で書類送検した。これなんだ、鼻ぐらしてるって。これなんでこれあれなんですかね、これどう見たもあれだろう。鼻を揺らせてたっていうか、これあれだろ、売春だろ、これ多分。え、どういうことこれ。え、これ少年に鼻を揺らせてたってこと、つまりあれか、逆円行みたいなこと、これ逆円行だろ完全に。これこれどういうことなのかな。しました。花を売らせていたとして、分からん、これどういうことなんだ。これだからこの少年らに花を売らせたってことは、逆円行ですよね。169個目さんいらっしゃい。タイトル見てきました。あのさ、逆円行ですよね、これね。どう見てもね。逆円行なんて、この、できるの？そんな。今のご時世、逆円行なんてできないでしょ。逆円行なんてできないでしょ。ねえ。普通に考えて。どういうこっちゃ、これ。どういうこっちゃ、これ。だって花を売らせていたってことは、これ男の少年でしょ、これ。少年を暴力団の人間が使って花を売らせてた。ってことは、まあそういうことやな。だから17歳ぐらいの高校生を使って、そこら辺の女性をナンパ、逆なんちゃうな。4万でやりませんかって自分のこと言うの。無理があるんだろ、これ。それ無理じゃない、それ、さすがに。それにちょっと無理があるんじゃない。なあ、普通に考えたらおかしいやろ、絶対。なんで鼻うらせるの。花を売らせていたって。なあ、おかしいやろ、これ。どういうことなんですかね。わかんねえ、これ。謎が多いな、これ。
あとは、なんつったっけ？あとは気になるのが、なんとか、なんとか殺人。何だっけ？あ、アベック、アベックなんとか、名古屋アベックなんとかなんとか、殺人事件。名古屋アベック。やっぱり露店とかってヤクザのしのぎだったんだ。171個目さんいるし。名古屋アベック殺人事件。こちらが何なんだっけ？1988年に、集団強姦事件。あら、殺人集団強姦事件だって。被害者2人が襲撃された場所の名前から、大効力地公園、アベック殺人事件。なんだこのアベック。なんでアベックなの？二人の命をもてあそび、長時間にわたる暴行の挙句、犯罪の発覚を恐れて殺害するという少年グループの犯行の残虐さが、日本の社会において、これあれか。衝撃を与え、少年に死刑適用問題。これ、あれじゃん。さっきの、コンクリートの事件の1年前じゃん、これ。少年への死刑適用問題やドロップアウトした少年たちの、無軌道非人間的な通り魔。共演的犯罪として、本事件や同年に発生した、女子高生コンプクリート詰め殺人事件など凶悪な少年犯罪が多発したことが大きな社会問題になった。同姓同名で近藤組長と同じやつがいて、本名でお前だろっていうのはお前だった。あ、そういうのあるか。結構いるからな、同姓同名でな。なんか、関係ない話だけど、同姓同名で、犯罪、同姓同名だけど、しかも、同姓同名な上に、あれ、なんだっけ、生年月日も全部同じやつがいて、で、罪がね、その同じやつが、罪を犯して、なんか、全く関係ない、こっちに来たみたいなのあったんですよ。そういうの。全く何もしてない、ね、側に、なんか、罪をなすりつけられた的なのあったらしい。昔。
一部マスメディアが犯行当時20歳未満の未成年者である加害者少年らの実名報道に踏み切り、少年法の見直しをはじめとした少年犯罪の対応のあり方がクローズアップされるきっかけとなった。加害者が、この事件の加害者として逮捕・起訴され、刑事裁判で有罪判決が確定したのは以下の6人。うち5人が、犯行当時未成年だ。うわ、また出たよ、これ。主犯格の少年 A とか言って。少年 A 多すぎるだろ、これ。殺害実行犯が主犯格の、少年 A。犯行当時19歳、名古屋市、港区在住のとび職。これさ、とび職の人に悪いんだけどさ、大体とび職ってさ、なんかヤクザっぽいよな。うん、なんかヤンキーというかさ、とび職って大体ヤクザかヤンキーか、そこら辺でしょ。どういう理、なんかあるんですかね。なんであれなの？絶対なんかヤンキーみたいなやつ多いね。あれなんなのかね。とび職。1900? これあれか。気分悪いな、これ。これちょっと気分悪いぞ、これ。1986年11月、自身に加え、その弟と弟の友人が交通事故を起こし、その際に、友人が、広域、暴力団山口組系、暴力団なんとかかんとか、なんとかの組の名前を出したため、弟がなんとか監督が事務所に連行されたため、弟を連れ戻そうと事務所に赴いたところ、同組員からどぎもを買われたことに加え、うわ、弟を解放する条件として組に入るように求められたことから、これに応じ、なんとか組員になった。はっはぁ。同年12月23日深夜、愛知県津島市内の食品店に侵入し、窃盗未遂事件を起こして検挙され、翌1987年の1月13日付で、名古屋、家庭裁判所から保護観察処分を処された。何が関係あるの？あれなんかな、暴力団ってさ、どっからさ、そのさ、
どうやったらその暴力団と関係がさ、まあ、いわゆるその職業、暴力団っていう職業は基本的にそのどうやってなれるのかが分かんないよね。どうやったら暴力団の組員になれるかって分かんないもんね、普通に。ああ、またこいつもあれか。準主犯格の少年 B が、また飛び職。お前飛び職ばっかやん、このクソみたいな、ほんとに。事務所に行ってお願いするの？あ、そうなの？行かねえよ、大体そんなの。怖くて行かねえよ、普通。なんでこれ飛び職ってさ、ヤンキーみたいなやつ多いんだろうな。さっぱりわかんない。うわぁ、これあれだな。これちょっと怖いぞ。ちょっと怖いですね。読むの怖いぞ、これ。読みますよ。事件の経緯。事件で殺害された、理容師。理容師の見習い女性 Y 子。過去当時20歳は、1988年の2月22日に、午後10時頃に一旦勤め先から帰宅し、女友達のところへ行くかもしれないと家族に言い残して、父親所有の車、トヨタのチェイサーで外出した。しかしワイコはその女友達の家には立ち寄っておらず、同じ理容店に勤務する交際相手の、理容師男性 X 当時19歳と共に愛知県なんとかかんとか公園にドライブに出かけた。 X は23日の午前0時過ぎ、同室の同僚にデートしてくると話して外出していた。2月の23日午前4時30分頃、そのなんとかかんとか公園の第一駐車場で X と Y の男女2人が乗ったチェイサーを A を中心とする男女、うわーこれか、そういうことか、 A を中心とする、男女6人の不良少年グループが襲撃した。うわー、こういうね、夜中にね、こういう公園ってね、なんかね、公園はね、あれなんですよ、怖いんですよ、間違いなく。多分いるんだ、たまにそういうのいるんですよ。なんか暴力団みたいなやつだよな。それに襲撃されて、6人は A が所有する茶色の日産グロリアと D が暴力団組員から借りたもう1台の茶色いグロリアの計2台で、駐車中のチェイサーを挟み撃ちにするようにして停車した。その直後、車外から木刀で窓ガラスを割るなどして襲ったところ、逃げようとしたチェイサーがいきなりバックし D の車に衝突した。はあ、はあ、はい。これに6人は逆上してチェイサーの屋根の上に乗ったり、 X と Y 子の両名を車外に引きずり出して木刀や鉄パイプなどで二人の顔を殴り、現金1万円余りを奪った。はい。はあ、辛いわ、これ読むの。エイラは当初金を奪おうと襲ったが、その仕打ちはどんどんエスカレートしていった。X は気絶するまで全身を滅多打ちにされ、Y は素っ裸にされて、なんかこれ林間だっけ、林間及び全身にタバコの火をつけ押し付けられた挙句、最後は陰部にシンナーをかけられ、そこに火を押し付けられるなどした。はあ、
こういうやつってさ、そもそも診断さ、よく持ってるよな。本当に何でもかんでもあるんだな。シンナーとかどこで手に入れたんだよ。あそこに売ってんのか、大体。シンナーってあれだ、薬局で売ってんのかな、あれだ。二人が激しいリンチの末にぐったり倒れ込んでしまい、夜が明け、周りが明るくなったため、放置すれば見つかって大事になると恐れ、二台のグロリアに、連れ込んだ。そのまま X と Y 子の両名をグロリア2台の車内に拉致へ監禁した上で、名古屋市内のなどを丸1日走り回りつつ、その途中で、顔も見られている、もう殺してしまえ、と相談した。金梅がその公園に〇〇〇を買いに行ってたって言ってた。金梅は、気違いですか？エイラは暗くなるのを待つために、名古屋市内のカーホテルに二人を、名古屋市内のカーホテルに二人を監禁し、C のグロリアはチェイサーに衝突された際にかなり損傷していたため修理に出した。24日の午前4時30分頃、なんとかかんとか、違う、愛知県のなんとかかんとかの、緑地公園にある、なんとか会の、本家の墓前で、A と B が車外に連れ出した X の首にビニールロープを巻きつけて、両側から綱引きの要領で、徐々に引っ張る形で絞殺した、はあ。X の殺人現場となったこの墓地は、なんとか会内の組員らが清掃に来ていたほか、はあ、なんとか組員の A か C も来たことあった。X を殺害したことで一旦ひるんだ A らは、X の遺体を A のグロリアの後部のトランクに詰めて、Y 以降を生かしたまま乗せて、名古屋市内の6人組の一人の自宅に戻って一泊した。さらに翌25日には Y 子を殺害するために、かつて A が勤めたことがある三重県の、上野市付近に移動し、午前3時頃には三重県のなんとかかんとか村の、山林内で A、B 両名が Y 子を同様に絞殺し、二人の遺体を近くに掘った穴に埋めた。はぁ、あ、つれえわマジで。2日間も車で連れ回され、 X ともども、木刀でめった打ちにされた挙句、目の前で X を絞殺された Y 子は、最後にはもう私を殺してと訴えたほどやつれ果て、犯人たちはそんな Y 子のパンティ1枚の姿にすると X にしたのと同様の方法で平然とロープで絞殺し、アベックだから面白半分でそんな姿にした。過去取り調べでの供述。こっからアベックなのか。アベックとかね。それか。という理由で、穴の中に X の遺体を仰向けで下に、その上に、下着1枚の Y 子の遺体をうつ伏せに乗せ、二人とも、両腕で互いの体を抱き合ってる姿にして埋めた。A はかつて、
遺棄現場に近い上野市に住んでいたことがあり、大山田村の山中に遺棄するように指示したという。二人を殺害遺棄した後、六人は名古屋市内のレストランで一旦別れ、昼には六人のたまり場だった名古屋市港区のなんとかかんとか荘の A の部屋に集結し、逃亡先を相談していたところ、午後2時ごろ、捜査本部の捜査員に見つかり、逮捕された。どういうこっちゃね。よく捜査本部は、あれ分かったな。なんでこれ分かるんかな、普通に。だって、息してるんやろ。分かんねえな。どっからそれを嗅ぎつけるのかね、分かんないですね。警察もよくわかんないけど。ははん。ああ。二人が拉致された直後の23日、午前8時半ごろに、フロントガラスやヘッドライトなどが、むちゃくちゃに破壊された白いトヨタのチェイサーが公園北側入り口付近の第一駐車場に北向きで駐車されているのが発見されたと。車は窓ガラスがすべて叩き割られ、ヘッドライト、テールライト、サイドミラーが破損し、これヘッドライト、テールライトのこれあれだろ。もじっただろ、確実に。サイドミラーも、破損し、車体も棒状のもので叩かれたと思われる、数十箇所の跡があり、ベコベコにへこんでいた。車内からはいくつか血痕が見つかり、また二人の家族からも、捜索願いが出された。なるほどね。それであれな、分かったか。何これ、これおかしいぞ、これ頭おかしいよ、これ。はい、名古屋市中区なんちゃらかんちゃらの公園にある噴水付近に夜中たむろし、死んだ遊びをし、車で暴走を楽しむ暴走族グループの噴水族だって。これ何があれなのかな？これ何が楽しいんですかね？わかんないわ。あ、やっぱり1リッターあたり220円で塗装店からあのシンナー買えるらしいぞ。あ、でも今無理っぽいですね。1リッターあたり220円で塗装店から仕入れたシンナーを40から50倍もの値で密売して資金源を稼ぐ。ははー。でもこれはあれだな。いや、確かにひどいんだけどさ。まあ、ひどいんだけども。
終了まであと5分になりました。こういうやついるらしいぞ。夜中に延長しました。夜中に襲撃して金を出せっつってやるやつがいるらしいぞ。怖っ。A に対しては、事件の首謀者であり、殺人の実行行為者でもある。責任は重く、その犯罪性も根深く、反省の態度も足りない。未成年であることを考慮しても、死刑はやむを得ないって言って、死刑になってる。なんじゃそりゃ。じゃあなんでコンクリート事件はお前死刑になんなかったんだよ、アホ。で、B に対しては、本来なら死刑を選択するべきとしながらも、犯行当時18歳未満の少年への死刑適用を禁じた、少年法第、51条の規定により、求刑通り無期懲役判定になった。一人だからかな。あ、こっちは二人ですからね。殺してる人間二人だから。それにしてもあれだな。で、C に対しては懲役17年。うん、で、D が懲役13年。で、E 子と F 子。両名に対し5年以上10年以下の不定期判決。はあ、気分悪いよ。怖いな。怖いな。だってさ、普通に考えてさ、夜中12時ぐらいにさ、車でさ、公園行ったらさ、襲撃されてさ、殺されたんだからな。恐ろしいよね。たまり場になってることあんだよな。ああいう、なんか、ヤクザみたいな、ヤンキーみたいなやつが。たまに公園にいたりするからな。気ぃつけた方がいいぞ。お前ら気ぃつけた方がいいぞ。俺は絶対行かないからいいけど。気分が悪い。発展場の公園でお釜殴りに行くやつとかもいるんだって。はい、
気分あり。もう気分悪いわ。無職少女いい子。犯行当時17歳、名古屋市港区在住。これなんだこれ。あはん。セントラルパークに赴いて不良仲間と交友を開始するとともに、シンナーを吸引するようになり、その後は知人宅を転々として、同年11月頃に中村区内の美容室に就職したが、ここも1ヶ月で退職した。1987年、7月頃から約1ヶ月間、同市内のスナックバーでホステスとして勤務し、この店に客として来店していた C と知り合いになって交際するようになった。その後 C についていったため、なんとかだ組事務所に出入りするようになった。そんで A と B 両名とも知り合った。こいつら何やったの？E 子と F 子って何やったのこちら。ああ、そういうことか。A, B, C, D と E, F だ。はは。そういうこと。
怖い。怖いですね、これ。これは怖いわ。あー、ほんとに怖い。もうあれだ、怖い話しようか、怖いわ。怖い話しようか、怖いわ、ほんとに事実は。うん、怖い。何が怖い。人間って怖いな、ほんとに。そうだ、怖いから飲む。事故物件、事故物件ですよ。これちょっと見てみよう。事故物件、事故物件の表示するサイトがあるんですよ。それちょっと見てみましょう。ワンチャン俺の近くに事故物件あるかも分かる。いや、意外と俺の住んでるこのアパートが実は事故物件あったりするパターンあるぞ。マジで。怖いなぁ。怖いなぁ、これ。もし俺のとこだったら、俺のとこだったらどうしようか。怖すぎる。怖いなぁ。これマジ俺の可能性あるぞ、これ。俺のアパートだったらどうする？変えようかしら。怖っ。名古屋も多いな。妊娠した女性教師を流産させる会の事件の犯人は当時中学生。中学1年。え、すげえ近くにあるよ。え？どこ？ちょっと待って。あれ、俺どこだっけ？俺の家は。俺の家じゃないよね。危ね、怖っ。怖っ。あれ、どこだ？ちょっと待てよ。それこそ綾瀬の。あぶねえ、あぶねえ、俺の住んでるとこは大丈夫だ。おお、死ぬかと思った。うわ。死ぬかと思った。俺の住んでる物件は大丈夫ね、みたいな。いや、だからそ、たぶん綾瀬のとこっすよ。おそらく。ちょっと調べますよ。どこやったっけ、どこやったっけ、ここか。あ、あった。あった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 、怖え。あった、コンクリート殺人事件って書いてあるもん。怖え。こうはツイッターでツイートしとくわ。ツイッターでツイートしといた。怖え。コンクリート殺人事件だって。こうは。住所が、さっき言ったよな、住所な。ちょっと待って。
すぎる。あ、あった。足立区綾瀬の7-8-6。7-8-6。ああ、これだ。間違いない、ここだ。間違いない。うえぇ。超怖え、これ。とんでもないな、この怖さ。多分誰も住んでないんちゃうか、やっぱり。おそらく。だってこんだけお前ググれば出てくんだもん、だって。お前ググれば出てくんだもん、それはお前あれだろ。誰も住まねえだろ、さすがに。さすがに。さすがにな。さすがに誰も住まねえと思うぞ。わからんけど。さすがに誰も住まねえと思うけどな。え、でもあれか。え、あのさ、知らないで住んでる人いるかもわからん。ね、知らないで住んでる可能性あるべ。多分あれでしょ、事故物件ってさ、あれなんじゃないの、その言う資格ないんじゃないの、言う法律みたいなのあるんかな、やっぱり。アパマンショップとかでさ、ここは事故物件ですって言わないとダメな法律あるのかね。その法律があるんだったら、多分誰も住んでねえと思うけど、その法律がないんだったら多分分からずに住んでる可能性もある。怖い、マジで怖い。とんでもない怖い、これ。
41日間だって。このコンクリートの女子高生が41日間にわたり、ね、レイプされまして、暴行。41日間やぞ。ああ。疲れた。やっぱいっぱいあるな。いっぱいあるわ、事故物件。いっぱいありますね。まあ、とりあえず俺が住んでるところは事故物件じゃなくてよかった。マジで。事故物件の告知義務っていうのがあるらしい。賃貸は事故物件の告知する義務があるらしい。告知義務はあるにはあるけど、その期間が、定められてないので、怪しいと。なるほど。よいしょ。疲れた、今日は疲れた。今日は疲れた、本当に疲れた、ちょっと。終わり。ね、トイレ。
まあなんだかんだ言ってあれっすね、暴力団はやっぱ怖いっす。暴力団は怖えわ、間違いなく怖い。言うても近くに暴力団みたいなのいるんだよな。確か、確かいるんだよ。終了まであと5分になりました。炎上しました。ということで、あ、とりあえずあれだな、気分悪い。とりあえず腹が減らない、もうダメだ。ダメだ、もう腹が今日ダメだ、減らん。とりあえず終わります。お疲れ。お疲れ。お疲れ。